新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。いきなりゼリーに夢中ですいません。はい、まあ、こんな新之助でございますが、本年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ヤナちゃん、アロハーって。いやなんか言いなよ。アロハーは、アリョハーってこうなっちゃうね。アロハーって。アロハー。あ、上手、はい、2021年福袋第2弾か。去年も買いました、ミスドの福袋。ドーナツチケットがついてるので確実に元は取れるっていう、うん、あのドーナツを食べる人だったら絶対買った方がいいっていう福袋です。1000円、2000円、3000円ってあって、1000円は10個、2000円は20個、3000円は30個買えるカードがついてるんですよ。110円だから、110円より120円以上のドーナツを10個買えばもうお得なので、110円でもまあトントンなんですけど、ただ100いくら以上、160円以下、税抜きで160円以下のドーナツだけなので、こうなんか期間限定のとかちょっとお高い感じのは対象外になるんですけど、でもまあね、120円130円の買ったとしてもお得ではあります。でも今回俺ポンデリングのなんかちょっと違ったバージョンみたいなやつ、うん、もう高いの160円までだったから、うん、これで買えました。あ、ちょうど160円だったんだにしてくれ、150円で160円してくれていたので、してくれていたってことだからそうなっていたから、だからちょっと期間限定のポンデリングでも、うん、あ、値段がね、うん、あ、そういう意味ね、買えました、うんうん、だからほら、はい、いつもの都市鎧塚とかさ、そういうのは買えないけどっていう意味 ね、うんうん、今回は都市鎧塚ではなく、うん、ポケモンちゃんと、そうそうそう、ポケモン食べたいって言ったんだけど、うん、全然食べなくて、ポケモンがちょっと高いからね、うん、で20個と30個がもう売り切れていて、一応10個、だから10個の2つでもとかでもいいんだよね、別に、あの、あ、グッズが関係なければ、まあね、グッズ関係なければ、うん、グッズがちょっと増えていったりするので、10個で買えなかったら10個2つか、ただグッズが、ね、増えるから、うん、そんなにいらないかもしれないみたいな、うん、じゃあこのグッズをエナちゃん開けちゃおうかな。それこそこういうのとかあれなのかな、メルカリとかで流してるし、私は去年だからリボンレイ の、うん、あの来てる生徒さんで小学生のお子さんがいる方がいたから、すっごいそのまま開けちゃった。でもね、これ手帳に確かクーポンがついて、手帳これついてないの、1000円は、あ、うん、そっか、1000円だとだいぶ少なくなるんだね、グッズが。あ、これだけ、あ、ポーチが欲しかった。ポーチじゃない、違う、このくらいのポーチが欲しかった、ね、うん、あれ使えそう、なんか通帳とかも入りそうだし、ね、これじゃ開けない方がいいか、なんかでもエコバッグになる。いやー、もうそんなにいらない、じゃあ開けません。誰かにあげる、うん、誰か、じゃあ本年一発目のうちのお客様にあげる。それは分かんないもんね、需要があるからちょっと考えます。でもこれポケモンカレンダー、カレンダーは使えるんじゃない、どっかに。だから1000円だとバッグとこれだけなんですね、うん、お化粧する。お化粧したいの、困った。じゃあ、あの、待ってね、これだけどうぞ。じゃあドーナツでも食べましょうか、はい、食べる人、はーい、ドーナツ食べる人、エナは食べないらしい。ドーナツ食べる人、エナちゃん、はーいですって。あら、お化粧中です。あら、お化粧して、はい、終了、よいしょ、はい。あれ、これも下が破けちゃってるんだろうかな。そうそうそう、あ、ちょっと見せ、エナがもうはなんか顔とか取っちゃった。取っちゃった、かわいそうな。ピカチュウのピぐらいな感じで。かわいそうな、ピカチュウ。あとね、これがよくわかんないんです、ポケモンのやつなんだろうけど、あ、こういうなんかプヨンとしたのいるよね、ほら、うん、ここに手があるじゃん、うん、なんていうんだっけね、名前。ちょっとメニュー、ここにいるじゃん、ここメニュー見れば、この子ね、うん、このこの子でしょ。あとなんかモンスターボールみたいなの買ったんですよ。あったね、うん、自分はもう、もうミスドといえばシンプルに、これモンスターボールじゃない、ゴールドファッションが一番いいです、ね、あ、これモンスターボールなんだ、このね、これモンスターボール、そうです、はい、食べないでしょ、食べないでしょ、あやちゃん、ちょっと置いて、そこ置いて、うん、
うん、ありがとう。それでこれがなんかキャラメルないんだ。キャラメルがついてる。ポンデリングのなんか、うん、そうキャラメル。美味しそう。すいません名前がテロップで。ハルトこれなんて言うんだっけ、うん。ラッキーだそうです、うん。ポケモン博士がいました。ラッキーだって。そうなんかこのねキャラメルポンデリングのこのキャラメルが、うん、美味しそうだったので。うんうん、すいません、ちょっといただいてみたいと思います。ナオさん、先に食べちゃっていいですか。どうぞ。すごい、ま、あうん、すごいこれ、ここでやるんだよ。すごいこれキャラメル。うん、キャラメルです。ソースがキャラメルソースのこれ、美味しそう。これうん、じゃあおいしいです。新年一発目、今日は元旦、いただきます。元日でした、間違えた、元旦です。よいしょ、なんか顎が痛かった。あ、おいしい。よいしょ、こんなの。あら、おいしそう。ハイカロリーな。あら、おいしそう。モンスターボーリーが食べました。おいしい、食べれる、うん、美味しいでしょ。うん、ね、こんな食べてますけど、今年は私ブクブク太ってしまったので痩せます。あら、そう、元日のお正月の誓い。何キロとか目標ある？5キロ。5キロ、え、少ない？そうですね。少ない、もっと。いや、目標をじゃあ10キロにして10キロ、目標を10キロにして、この年で10キロ大変よ。1年間で10キロでしょ。だから目標を10キロ。それだけ実感として私が太った感があるってことだよ。違う違う違う、だからそういうことじゃないです。あ、そうですか、そんな感じで。あ、そうですか、すごい。痩せる。じゃあ俺も痩せるよ。痩せるよ、うん、って言った。なんかでも具体的にちゃんとどうやって痩せるって決めないとね、きっと。やっぱね、動いて痩せないとダメだと。私食欲をそんなに劇的に抑えるのはもうなんか学生時代にちょっと失敗をしてるので。俺もじゃあ目標10キロにします。あ、で、はい、一緒に目標10キロにしましょう。はい、わかりました。じゃあこの今年のお正、あ、違う大晦日に、うん、何キロ痩せたか発表しましょうか、配信で、うん、ってことは今何キロかっていうのを本当はお知らせしなきゃいけないような気がします。そうだね、しますよ、しましょう。体重計に乗っても体重も公開します。恥ずかしいけどもういいです。え、そんなにあるのっていう引くか、あ、見た目の方があるねってなるかはどうなるか分かりませんけど、見てくださってる方も明らかに私がこう太っていく座様は見てると思うので、あの、私も自覚済みですので頑張って、なるべく動いて痩せたいので筋肉もつけて代謝を良くしたい。お腹周り、お尻周り、下半身、もうすごいいろんな鎧がついてますので頑張りたいと思います。ドーナツ食べてる場合じゃないぞと。この今回10個しか買えなかったのはそういうことかもしれないですね。ゴールデンウィークまで。10キロ、うん、それはちょっと急すぎないかい。でも俺昔3ヶ月で18キロ。いや、だからさ、そういうのってすぐ戻っちゃうじゃん。いや、戻んなかったんですよ。そうなの、はい、え、今の今だからもう何十年も培ってきて上げてきちゃいました。そう、だからそうなっちゃうんだよね。だから目標を維持することの方が大事だからね。短期間で痩せることよ。だから目標、はい、ゴールデンウィークまでに、俺はじゃあ10キロ。じゃあ計測会をしましょう。はい、はい、今度ね。もうだって私ああいう、まあいいや、はい、だから、うん、あの、体脂肪系ってそんなにさ、うん、実年齢よりオーバーすることあんまりないじゃない。それがもうオーバーしてる。あ、そう。何がオーバー？体脂肪率とか測ってくれる、身長とかデータ入力してあるから、うんうん、そうすると自分の今の体脂肪率とか体重とかで体年齢っていうのを測ってくれると、うんうん、46歳とかになっちゃう。あ、じゃあちょっと高いんだね。そう、脂肪が高い、脂肪率が高いです、非常に。私は特に高血圧とかあるから、やっぱり体のためにも、うん、そう、直子さんは特にね、はい、うん、俺は別に血圧とかそういうのがない。だからその血圧
には有酸素運動がいいのよね。あんまりハードすぎない有酸素運動がいいらしい。はい、なっちょ。はい、どうぞ。イエイイエイ。なんかすごい、さらにこれデブって見えるね。少しずつそういう風にして有酸素運動していって、うん、やることによって、うん、あの体質が改善というか、うん、してきて血圧も少し良くなったりとかするのかね。ああ、だから日常的にやるようにすればね、劇的な変化はないだろうけど、うん、でも少しずつそういう風になっていくと、うん、逆にだよ、あの、うん、少しずつそうなって、あ、血圧ちょっと下がってきて、ちょっと激しい運動じゃないけど、うん、走ったりとかも少しずつできるようになるね、うん、みたいな。そうだよね、そうじゃない、それはそうなんじゃない。そうするとさらに加速して、うん、あのダイエットっていうか、うん、あ、そうだね、うん、あのそういう風になって自分 の体力もアップしていくしね、相乗効果ですね、走れるようになってくるし、そういう風になるといいね、うん、まただから、まあ、今年もまたあるかないかもしれないけど、またね、あの前何年前だったか忘れたけど、スイカマラソン出たじゃない。あ、はい、あの、うん、止水だっけ、成田の方、うん、富里だ、富里のスイカロードレースっていうのがあるんですよ、うん、それに何年前だろうな、子供たちが小学生だったから、まあ、随分前だよね。その翌年に子供たちが4年生で出たから、息子が3年生の時かな、だから9歳くらいだから6年もっと前か、ダメです、もう6、7年ぐらい前ですね。9歳だとして17歳になるんだから、8年前だ、8年前に私出たのが、今ちょっと枝がやっつけてきました。はい、ちょっとね、3年の続きね、ちょっと8年前にね、スイカロードレースで、多分ね、9、そう、息子が3年生 で子供はね、4年生から出れるのね、4年生から5キロだったかな。それでその翌年に姪っ子と、あ、自分ね、あの富里ってスイカがね名産なんですけど、でその給水所がお水じゃなくて給水化所なんですよ。スイカが食べれるんですよ。その走りながら。そうそう。みんな泊まって食べてるよ。だからでスイカの仮装してる人とかいたりとかして、結構ね。でまあその当時は結構走るのが、あ、まあだから多分子供産んでやっぱりまた走りたいなみたいな感じで、いつかホノルルマラソン出たいなぐらいな気持ちで始めたばっかりぐらいだったのかな。また走って、なんかちょっとね、時々走ったりとかしてて、でまあその時ぐらいな感じでまた出れるぐらいにね、遅くだって出れるけど。スイカマラソンは、はい、毎年いつでした？6月ぐらいだったと思う。3月末とかにエントリーをして、多すぎると多分抽選なんだけど、確か6月か5月かとかそのぐらいだと思う、まあ、今年はそれができたらいいな、はい、ただないかもしれないけどね、あの去年もなかったみたいだから。去年はなかったんでしょう、今年は絶対やりましょう、はい、え、今年出るの？で3月に、まあいいか、だからそれの、うん、あの体重を減らしていく、あ、まあ家庭でね、一貫として、そうか、そういうことか、5キロぐらいならね、なんとかなるかな、うん、うん、まあ夢はホノルルマラソンですけど、頑張って、はい、行きましょう、はい、頑張ります。そんな、元日の誓いでございます。しんのすけ、はい、2021年初心証明の、初心表明の江戸っ子になっちゃいましたけど、ずっと巨心もいいよ。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今年の大晦日はスリムでカウントダウン。チャンネル登録よろしくお願いします。